タゴソーダム、タダミ町より岩地区の冬。タダミは、豪雪地帯であるタダミ川タダミ町は、福島県合津地方に位置し、南合津郡に属する町。福島県の最西端に位置し、日本有数の豪雪地帯。また、町域を流れるタダミ川には、複数のダムがあり、水力発電の基地となっている。秘境とも言える日本の原風景を残しており、 自然主をキャッチフレーズにしている。日本有数の豪雪地帯で、国から特別豪雪地帯に指定され、年間豪雪量は平均で1294センチメートルにもなる。3月の平均気温が12月と全く同じであり、この傾向は豪雪地帯に多い。冬は寒く比較的長いが、夏の気温が高くとても暑い。10月から5月まで雪が降る。 稀に5月下旬まで積雪が残る。ただみは古くは養蚕、塩の生産などで栄えた場所で、鉱山も多くあったところである。しかし、第二次世界大戦の終結後東町を流れる、ただみ川の電源開発は急速な進展を見て、今はダムが、町の名物である。タゴソーダムを建設中の昭和30年代前半、ただみ町は、 ダム建設にきダム建設作業員及びそれを支える飲食店関係の人々を含めた人口は3万人を超え、ただみ町は市政志向へと一気に機運が盛り上がったがダム建設終了とともに人口が減り続け現在に至る。ただみ川沿いを下流に下った藍津塩沢駅及び河合津之助記念館がある塩沢地区は かつて地名の由来となった塩が産出され声援が行われていた。た見駅町内を東日本旅客鉄道のた見線が東から西に走り当町から新潟県魚沼市の小出駅方面、福島県藍津若松市の藍津若松駅方面への交通の一翼を担っている。町の中心部にあるた見駅は単に た見町の玄関口であるというだけでなくた見線の主要駅であり、た見線では数少ない駅員の配置されている駅となっている。た見線は昭和40年代後半頃まで蒸気機関車 C11 による貨物列車が運行されていたことから、駅構内には蒸気機関車の進行方向を切り替える人力による転車台が残されている。また近年は、 臨時運行される観光列車の折り返し地点となっていた。ただ見線は典型的なローカル線で全体を走り通す列車の本数は、ただ見から小出方面へは1日に4往復程度、ただ見から合津若松方面へは1日に3往復程度と、至って少ない。だが、当期は並行する国道252号が、新潟県との県境付近の60リエチ前後の、 区間で豪雪のため閉鎖となるため、東庁から新潟県に抜ける唯一の交通手段となる。東庁内の只見線には、只見駅のほか合図塩沢駅、合図加茂駅があるが、いずれも無人駅である。2011年7月に発生した集中豪雨により、只見駅から合図若松方面の合図川口駅までの区間で、2016年現在も、 営業休止が続いている。大工バスが運行されているが、JR 東日本は単独での復旧が困難との見方を示し、復旧工事すら行われていないことから、このまま廃線になるのではないかとの危機感が強まっていた。2016年12月に上下分離方式での復旧案が、周辺自治体、福島県、JR 都で方針が決定した。 藍津バスが、只見駅ヤナ山口車庫間の路線を運行していたが、不採算のため、只見駅ヤナ間が2007年3月限り廃止され、南藍津町 A バスとして残ったヤナ山口車庫間も2008年3月限りで廃止された。そのため、2019年4月1日に、定期路線ワゴニ自然種と只見号が運行を開始するまでの間は、 路線バスが全く通っていなかった。最寄りの高速道路インターチェンジは、関越道小出インターチェンジ、磐越道藍津番下インターチェンジ、東北道西那須の塩原インターチェンジ。只見高等学校ただみユネスコエコパークは、福島県西丹、新潟県の県境近くに位置しただみ町前域と、日の江又村の一部にまたがる78,032ヘクタールの、 生物圏保護地域で原則立ち入りを禁止する革新地域立ち入りが可能な干渉地域 A 干渉地域 B 人が生活する移行地域に分けられるこのうちブナの天然林400平方キロメートルは国内最大規模とされ山間地の豪雪地帯が育んだ自然と文化が共存する地域が世界的に貴重と評価され北海道 東北では初の指定となった JR 只見線にこれをデザインしたラッピング機動車や代行バスも運行されている。豪雪がもたらす厳しくも豊かな自然環境とそこに生きる人々がテーマであり、周囲は合津朝日岳、浅草岳など1000メートル級の山に囲まれているため、平地ですら3から5メートルもの積雪になる、文字通りの豪雪地帯である。 それゆえ舟林など、落葉広葉樹が育つ環境でありながら、地質的な要因と、毎年繰り返される雪崩によりもとやが露呈、急峻な接触地形となり、それに適合したモザイク植生が生まれる。尾根ズ大院には、北御用などの新葉樹林、斜面には、宮間奈良など、安定地には舟林、谷沿いには土の木、沢ぐるみなどの軽繁林が成立している。 この変化に、飛んだ植生構造によりクマタカイヌ犬足などの猛禽類はじめ、月のワグマ、日本カモシカや、日光イワナ、山椒魚などが高い密度で生育している。2014年6月指定。合図ただみ高古館近年は2月第2度日に、雪祭りというイベントがある。会場は駅前に隣接した広場。積雪2メートルという環境から、 雪は豊富であり、奥藍津地域で最古の歴史を持つイベントである。なお、この時の雪を広場に積み上げておくだけで、5月、連休まで一部は溶けずに残っている。この雪を何かに使えないか検討中。2006年7月にはこの雪で、雪だるまを作り SL 列車を歓迎した。以前は7月下旬には、 水の里祭りが開催され、岩ナのつかみ取りなどが行われていたが、現在は10月初旬の土日に、ただみ、水の里うまいもの祭りとして、食の祭典と合わせて、タゴソーダム見学、岩ナのつかみ取り、ステージイベントが行われている。ただみユネスコエコパークその理念と概要。ありがとうございます。